八木彩香は、日本の元サッカー選手であり、企業家、東京都出身、U15 ナショナルトレ戦、U17 女子サッカー日本代表候補、十文字中学校、高等学校、早稲田大学出身、足利集休部女子で副賞を務める、全日本大学女子サッカー選手権大会で優勝2回、準優勝1回、自転車で日本一周し、 その経験をもとに観光庁の若旅プロジェクトの講師を務める。ウェブ編集者、マーケティング支援分野でフリーランスから起業し、現在は合同会社トーラナカンパニーの CEO。2019年に合同会社ウェタンズを設立。トーラナカンパニー、トラナカンパニーは、ウェブマーケティング、パーソナルトレーニング、飲食店経営をしている企業です。 t-o-r-a-n-a-c-o-m-p-a-n-y.com 2020年1月1日閲覧日本テレビサッカーで2度の全国制覇現在の仕事は日テレニュース24日テレニュース242020年1月1日閲覧合同会社ウェタンズ午後 w-e-t-a-n-z.com 2020年1月1日閲覧ありがとうございます